お疲れさんでございます。今日のおやつは伊達ごまだれ餅でございます。どうもケンジでございます。うまい。いや、私ね、ごま団子とかも好きなもんでね、こういうのは好きなんですよ。で、今日のお話なんですけれども、今日は3つぐらいかな。まず1つ目、私、今週レベル42になりました。ありがとうございます。レベルがまた1つ上がりました。はい、42です。ね、先週がね、父ちゃんの誕生日だったんで、2週連続ケーキを食べてね、ちょっと甘いもんばっか食べてたんで、ちょっと控えてたんですけれども、そんな私もですね、42歳ということで、まあ、これといって、だからなんてこともないんですけれども、なんかあれですか、なんか厄年とかいうの、私全く興味がないんでよくわかんないんですけど、なんか終わるんですか、なんか後役とかなんかいろいろそういうのがあるんでしょう。私全く気にしたことがないんで知らないんですけど、なんか聞くところによると、それがまあなんか巡ってきたのが終わるみたいな、抜けるみたいな、なんかそんな話は聞いたことがあるんですけどね。はい、無事、一つ年を取りました。はい、今後ともよろしくお願いいたします。はい、で、今日の話は、まず1つ目、ラジコね、皆さん、まあ、ラジオをよく聞いておられる方もね、いらっしゃるかもしれませんけれども、私はもう毎日最低でも2時間はラジオを聞いてますので、最低2時間です。はい、毎日最低2時間はラジオを聞いてますので、そんな私はですね、まあ、よその地域のラジオも聞きたいのでね、ラジコっていうのはもう非常に大活躍なんですけれども、まあ、スマホ、タブレット、パソコンなんかでね、ラジオを聞いたりできるアプリなんですけれども、そのラジコがですね、新しいプランが誕生いたしました。もうスタートしておりますね。以前は無料プランとプレミアムプラン、ね、この2つしかなかったんです。で、無料プランっていうのは、もう自分のいる地域、ね、今ここにいる地域のラジオ局のラジオ。ね、ただよその地域に行ったら、よその、その地域、ね、の、しか聞けない、ね。っていうことになります。ただ、まあ、一週間、ね、遡って聞くことができる、ね、っていうところはあるんですけれども、もうこの地域しか聞けないというものでございますが、プレミアムプランっていうのはエリアフリーっていうのがありましてね、よその地域のも聞けますよ、と。ね、いう風なプランで、私はまあね、広島とか沖縄とか東京とか、そういうところのラジオなんかも聞いたりしてると。で、新しいプランが2つ追加されました。はい。まず無料プランですね。はい。で、今まであったこの、プレミアムプランって言ってたのがエリアフリープランっていうのになりました。そして、3つ目が30日まで遡れる、ね、プラン。ただ、エリアは今いる地域。だから、無料のプランの期間が30日に伸びた。っていうふうに思ってもらえればいいかなと。こういう、まあ、そういうプランが増えました。そして、ダブルプランっていうので、よその地域も聞けて30日まで遡れる。ね、っていう、トータル4つのプランができました。はい。これはね、嬉しいっていう方もたくさんいらっしゃると思うんでね。はい。やっぱヘビーリスナーの方々とかはね、ネタを作るときに過去の放送のもね、遡ってちょっとネタとしてこう、引っ張ってくるみたいなね。そういうこともあったりすると思うんで、職人の方々はね、まあ、メールとかね、はがき、ファックスの職人の方々なんか、そういう情報も大事ですから。で、やっぱラジコだとね、まあ、録音しなくても過去のが聞けるっていうのがね、助かるわけですよ。まあ、昔はやっぱ録音しないとね、聞き返すっていうことはできませんでしたから。ね、はい。ただですね、これは書いてなかったんで、おそらく、
変わりはないのかなと思ってますが、私は今プレミアムプランなので、まあエリアフリープランというのにそのまま切り替わりましたけれども、聞き始めたら1日のうちに聞き終わらなきゃ聞けなくなるっていうのがあるんですよね。はい。で、それは変わらないのかな。ちょっとそこは、上のプランに変えたから変わるのかどうかっていうのはちょっと試せてないのでわかんないんですけど、おそらくそこは変わらないのかな。どうなのかな。ちょっともし、プラン、上のプランに変えた方いらっしゃったら教えてもらいたいなというふうに思いますが、まあ、聞き始めたらね、もう24時間のうちに聞かなきゃいけないんです。だから半分聞いて、明日半分残り聞こっかな、みたいにしてたら、時間がオーバーしても聞けなくなりました、みたいなことになったりもするんでね、気をつけなきゃいけないというところもあるんです。ただですね、最近、ラジオ番組が、Spotify にアーカイブが配信されているものがあるんですね。うん、まあ、結構有名どころの番組、たくさん Spotify に来てます。はい。なので、自分が聞いてるのが Spotify に来てるんだったら、わざわざその30日振り返れるプランみたいなものにしなくてもいいわけですね。ただで聞けるんで。はい、ただ、もし、Spotify に来てないと。いうことだで、まあ、聞き返したいっていうことだったらね、聞き逃したくない。30日あればなんとか聞き逃すことなくいけるっていうふうなことだったらね、そのプランに、上げる必要があるかもしれませんけどね。はい。皆さんは、まあ、どのプランを選ばれるでしょうか。私はとりあえずエリアフリープランで問題ないかなというふうに思ってますので、そのまま行こうかなと思います。はい。一つ目は、ラジコの新しいプランが増えましたというお話でございました。はい、次のお話ですけれども、ちょっと暑いんでエアコンつけました。はい。次のお話ですが、まあ、YouTube、まあ、Google さんですね、が PayPay とね、こう連携することが決まりまして、支払いが PayPay 支払いできるようになりました。ありがとうございます。はい。なので、YouTube プレミアム、ムービー、ミュージック、ね、の支払いとか、あと、ライブ配信のあの、スーパーチャットとか、ね、スーパーステッカーかな、とかいうのとか、で、あとはまあ、チャンネルのサポートですよね、をしたりだとか、あと、動画の方のスーパーサンクスっていう投げ銭がありますね。これ意外と知らない人多いんですよね。ライブ配信のところにはスーパーチャットっていう投げ銭がありますけど、動画の方にはスーパーサンクスっていう投げ銭があるんですよ。うん、高評価とか、共有するとか、保存するとか、なんかそういうバーがこうありますよね。動画のこの下のところに。そこの並びに、だから、3点リーダーがなんかこうピッと押してもらったりすると多分出てきたりするかもしれません。大きく画面表示してたらそのまま流れで出てると思いますけれども、なんかハートマークみたいなのにね、マークがあって、そこにスーパーサンクスっていう動画の方の投げ銭機能とかもありますけれども、あるんですよ、うん。で、そういうのの支払いも PayPay でいけるようになりますよという。で、これがもう9月からスタートしてるのかな。なので、簡単に、ね、気軽に、ポンと、投げることができるよ。支払うことができるよ。ね、ことになりました。なので、まあ、PayPay をメインで使っている方にとっては、もう、ありがたい機能かな、というところですよね。いやなので、コーヒー代お待ちしております。ですね、これはちょっと話長くはならないかな。ちょっと複雑なんで、ちょっとメモ読みながらやりますけど。大ニュースがやってまいりましたね。AI の方がノーベル賞を取りました。びっくりです。これは、まあ、コンピューター科学者といいますか、まあ、AI の業界だったり、ね、コンピューターでいろいろ、まあ、エンジニアとか、まあ、そういうふうな人たちもいろいろいますけれども、そういう界隈ではですね、そういう人たちはノーベル賞は取れないって言われてたんですね。うん。
なぜなら、まあ、ノーベルさんがなんかその数学者とかそういう人たちとなんか仲悪かったみたいな話をなんか聞いたことありますけれども、私も詳しいことは知りませんが。なので、そういう人たちっていうのは、チューリング賞とかいうね、そっちは、まあ、チューリングさんっていう人の名前から来てるんだったと思いますけど、そっちの方の賞を取るっていうのが、まあ、そういう人たちの、まあ、目指すべきところ。ね、みたいに目標みたいになってたところがあるわけなんですけれども、なんとノーベル賞を取ったと、しかも物理学賞を取ったと、しかもですよ、次の日化学の、ね、化学賞の方もまだ AI のノーベル賞出ちゃったと、とんでもないことが起きてしまいました。これはね、驚きましたよ。ホップフィールドさんとヒントンさ、なんでこの二人が物理学賞なんだね、物理かすってるかみたいなねところもあって、なんでこの二人が物理学賞なんだろう。まあ、そのどれに該当するかっていうのの判断が難しかったっていうのも多分あるのかもしれないですけど、まあ物理学賞ということで、無理やりこじつけたのかなっていう風な感じがあって、次の日になってですね、ハサビスさんという人が取ったんですよ。この人はゲームとか作ってたりとかした人だったと思います。はい。なんか囲碁とか、チェスとかやってたのかな？なんか、まあ、そういう囲碁将棋とか、なんかそういう風な、まあ、こうテーブルゲームですよね。こういう風なもののゲームを作りながら AI の研究をして、で、囲碁とかで、その、挑戦者に、その、自分の組み上げた AI で勝つみたいなね、そういう風なあの組んだりとかして、その後ブロック崩しの AI っていうのを組んだりとかして、話題になったりとかしたハサビスさん、この人がね48歳っていうね、お若い方なんですよ。この年齢でノーベル賞を取るっていうのはまあすごいですよね。まあ、やってることはノーベル賞を取ってもおかしくないほどのことだったんですけれども、最初に言った通り、こっちの業界の人がノーベル賞を取るっていうのは、まあ考えられなかったので、驚きと。で、おそらく、この人にノーベル賞を取らせるためには、ホップフィールドさんとヒントンさんにあげないわけにはいかんよね、みたいな、ことになったのかな、みたいな。ね、こう逆で。向こうが先じゃなくて、こっちありきで向こうみたいな。そのやっぱホップフィールドさんとヒントンさんも、すごく AI の業界には貢献した人ですしね。例えば、ヒントンさんの方でしたっけ？ホップフィールドさんの方でしょ？ホップフィールドさんの方かな？ Google の、ま、その、ま、コンピューターですね。スーパーコンピューターみたいなのあったりするじゃないですか。あれの、やっぱり電力消費が半端ないわけですよ。その電力消費を抑える AI っていうのを考えたりとかしたっていうね、ので貢献したりだとか。でヒントンさんとかっていう風になると、身近なところで言うと、あの郵便局 の、 あの郵便番号で読み取って仕分ける装置みたいなのがなんかありますよね、確かね。あの、それもいわゆる AI なんですよ。AI の走りなんですけれども、あの、それのこう仕組みを考えたのもヒントンさんとかだったと思うんです。なので、まあ、すごく貢献した人ではあるんですよね。うん、で、それで、まあ、年齢もかなり高齢なんで、で、ノーベル賞で亡くなった人には確かあげられないんですよ。なので、まあ、生きてるうちにあげとく。でもまあ、ね、ことがことなんでなかなか上げれてなかったわけなんですけど、まあ、ハサビスさんに出すんだったらこの人たちにも上げとかないわけにはいかないよね、みたいなことになったんじゃなかろうかという、推測、うん、で、ございますけれども、まあ、皆さんはどう思われますかね。うん、AI 業界激震という AI 業界ね、ノーベル賞取っちゃったっていうお話でございました。ちょっと皆さんもね、調べてみてください。はい。ちょっと難しい話なんでね、私も説明がうまくできませんけれども、ちょっと調べてみてください。
さあ、まあ今日はこんなところにしておきましょうかね。あとちょっと余談ですけど、メジャーリーグね、ドジャース勝ちましたね。最後最終戦までもつれましたけど勝ちましたね。すごかったね。え、まあ大谷さんちょっとここんとこ打てなかったですけど、まともにはね、でもまあ勝ち上がったんで、この後またね、ガツンとはやってくれるんじゃないかなっていう感じがしてますけれども、結局勝ち上がったのがメッツ、ドジャース、ヤンキースで、もう一チームがまだやってる最中なのかな、どうなることやら。やっぱね、フィリーズ強いよねみたいな話とか出てたんね。パドレス強いよねって、ドジャースやっぱピッチャーちょっと心配よねって言われてたけど、なんとか勝ちましたね。ただですね、この、ま、野球のところで私気になる言葉がありましてね、逆王手って何？いや、あの将棋とかでね、あの王手してね、で逆王手っていうのは王手しされをするもしくはされる、でそれをかわして、で相手側に王手をかけるが逆王手ですよね。先に王手かけられたんだけど、それを回避して王手をかけ返したが逆王手じゃないですか。あと一個勝ったら勝利だ、一個勝ったら勝利だっていうのも、あの勝ち進めるっていう状態で王手をパドレスがかけました、ドジャースが追いつきました、これが逆王手なの？どっちも王手かけてる状態じゃないね。こっちももう勝ったら進むことは決まってるわけじゃない、回避してない、あのこうなるわけじゃないじゃない、ここにいてこう並んでっていうわけじゃないね。こういったのがこうなるわけじゃないじゃないですかね。なのにその逆王手っていう言葉が正しいのかっていう、多分最初に使い出した人は確かね、昔野球かなんかで逆王手っていう言葉を、シーズンの最後あたりで、あの勝率とかが逆転して優勝か勝ち取ったみたいなところで逆王手っていう言葉を確か使ったっていうのが始まりだったような気がするんです。なんか話ではね。でもその後のその日本シリーズとか、今だったらクライマックスシリーズとかで、勝利の勝ち数が並んであと1個勝ったら最終戦まで持ち越す状態の追いついたのを逆王手っていう風な言葉を使い出した人が多分いるんですよ、どっかの誰かが。でもそれって多分言葉間違ってるよねみたいな、誤用ではないですかみたいなね、そんな気がしております。まああのどうでもいい話ですけれども、なんかそういうところって気になっちゃうんですよね。その言葉って正しいのみたいな。で私は言葉的にそれは正しいのかなーって思って、まあそれがもうなんか一般的に言われすぎて、別にまあいっかみたいなことになっちゃってるような感じがあるんでね、まあいいんでしょうけど、なんか気になるっていう、なんか引っかかるんですよね。皆さんはどう思われますでしょうか、逆王手っていう言葉。こうひっくり返したんだったら逆王手だと思うんですけど、これは逆王手じゃないと思うんで、もし皆さん思うところがあったらコメントで教えてください。私もそう思うとか、私は別に気にならないとかあったら教えてください。はい、はい、ということで、まあ、今日はこの辺にしておきましょう。はい、あとちょっと前に言ってた、クバンガイさんのね、クバンガイとF40s、ね、あの以前はクバンガイのっていう名前だったんですけど、クバンガイとっていう名前に変わるそうです。変わったのかな、もうね、クバンガイと F40s、 福岡の40代をゲストに迎える番組に私呼んでいただけることになりました。収録がいつになるかは確定してませんが、打ち合わせなんかもちょっとやってきましたんで、だんだん話はちょっと詰めていってる段階です。はい、また収録が終わってね、公開されるのが決まったりしたらお伝えしようかなと思います。はい、それではまた、バイなら。
なら今。